守ることもできない死ぬこともできない何もできない自分がここにいた僕はもう終わってしまった今日パパんところ行ったの？ママねえママパパなんて言ってた？早く食べなさい！ママだって食べてないじゃん。ねえ。ママは気分が悪いから。山口さん、ご気分でも悪いんですか？すいません。片付けてもらってもいいですか？さあ土曜だしさ、どっか遊びに行こっか。みーはどこ行きたい？病院。病院？違うところ行こう。だってパパに会いたいもん。みー、山口さん、やる気ないですか？リハビリは辛いですけど、頑張れば必ず結果に現れますから。佐藤さん。ね、頑張りましょう。おいおい、何佐藤ちゃん困らせてんだよ。嘘、今度は落ち込んでるの？なんで？酒飲ませてくださいよ。いいよ。でも飲みすぎちゃダメだぞ。酒たくさん飲んだら死ねますか？やる気がないんだったら出てけよ。お前のその顔、必死こいて生きようとしてる人間に対して失礼だ。七夕だね。本当だね。どうしたの？ミュウ、これパパのお着替え、お部屋持ってってくれる？ママは？ママはあそこで待ってていい？分かった。気をつけてね。じゃあ、あとは奥さんにお任せします。え、いや、ちょ、あれ、ミュウは？え、
何？ミュウがいない。え？いなくなっちゃった。おい、ミュウ、心配させないでよ。これミュウが書いてた。なさいよ。うん、はい。しょ、はい、はい、いらっしゃい。落とさないでね。やみえ、そうですか、わかりました。 IVIG の投与を行いましょう。よろしくお願いします。彼は重大な局面になると前が見えなくなる癖があるな。え？ジャック似たんですか、ロスト。いや、似てると言われたら気になるから。彼と私の共通点は優秀な医師であるということだけだ。自分で言いますかね。言うよ。自分に言い聞かせることも大事だが。そうですね。
ミュウパパ頑張るからね昔々昔々浦島太郎が海へ行くと浦島太郎が海に行くと子供たちが亀をいじめていました。岩井出さん、教えてくれませんか。え？これがうまくできるようになる呪文。あれで、また元気になった。出入りが激しくてすいません。よし、お前は奥さんさしすせそだ。奥さんさしすせそ。奥さんのいいところを作業で表現する。さりげない優しさ。おうおお、何言ってんだか。あなたがやれって言ったんでしょうが。そう。白い肌。スラッとした足。何言ってんですかあいつ。わかりません。今日から歩行器使わずに杖で歩いてみましょうね。はい。じゃあこの平行棒をぐるーって一周できたらお祝いしましょう。さりげない優しさ、白い肌、スラッとした足。治療に切り替えましょう。退院ですか。まだ安心してはいけない。 CIDP は一生付き合っていかねばならない難しい病気です。再発の危険だってないとは言い切れない。ただあなたは一人じゃない。あなたには人生を楽しむ義務がある。それとあなたの近くの人もね。はい。退院おめでとう。ありがとうございました。僕にとっては見慣れた景色のはずだった。それでも目に見える全ての景色を僕は愛おしく思えた。不自然。
ただいま。おかえり。ただいま。本当に大丈夫？聞かない？聞くわけないじゃん。行くよ。はーい。遅くてごめんね。まあまあ、のんびり行こうぜ。行こうぜ。分かってる。よし。ちょっと。なんちゃって。ふざけんな。パパ、ママ困らっからね。ダメ。すいません。見おいで。高い高いしてあげようか。やったー。よし。いくよ。よし。ごめん、ちょっと支えてもらっていい？はーい。よいしょ。こう？うん。なんか世界一不格好な高い高いだね。そう、まあまあかっこいいと思うけど。折れた？うっさい。いくよ。よし。何が見える？ここはね、パパとママの思い出の場所なんだ。パパにとっては最高の景色だ。パパは普通の人みたいに歩けなくなった。これからどうなるかもわからない。それでもパパが君にできることはたくさんあるんだ。君はパパに教えてくれた。だから今度はパパが君に教えてあげる番だ。この世界は捨てたもんじゃないってことを。